プルトンは海底にある。現在物語もクライマックスを迎えているワンピース。そのワンピースで今最も注目されているのがプルトンのアリカ。9歳前の第1053話ではついにプルトンのアリカがざっくりと判明しかけたんですが、具体的にはどこにあるのでしょうか。ということで今回はワノ国の海底にあるプルトンについて徹底考察したいと思います。ザ・ワンピース第1053話のネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。作中で初めてその名が明かされた古代兵器、それがプルトンです。プルトンは第193話でクロコダイルが語った通り、一発の攻撃で島一つ消し飛ばすだけの力を持っているとされています。さらに遠い昔ですね、ウォーターセムの船大工たちによって作り上げられた最強最悪の戦艦であることが第340話でアイスバーグによって明かされているんです。しかし当時のウォーターセムの職人たちはプルトンがですね、万が一世界政府などの他の勢力にわたり悪用された場合を想定し、対抗手段を用意していたんです。それがプルトンの設計図を残すこと。第355話で初めてプルトンの設計図を見たフランキーはとても人間が作れるようなものではないという感想を示してましたよね。そんなプルトンの設計図はですね、代々ウォーターセブンの船大工の間で密かに受け継がれていて、最終的にはトムの手からアイスバーグに、そしてアイスバーグからフランキーの手に渡っています。そして第399話でフランキーが焼き払ったので、このように設計図はもうないんです。つまりフランキーが設計図を記憶してない限り、現存するプルトンがですね実質最後の一つとなり、手に入れた勢力は巨大な力を手に入れることになるんです。以上よりですね、プルトンとは人間が作ったとは思えない最強最悪の戦艦で、その一発の威力は島一つ消し飛ばすことができる古代兵器なんです。そんなプルトンの所在は第1053話でとうとうワノ国にあることが判明してます。ちなみにですね、ロビンがワノ国にプルトンがあることを知っていた理由はアラバスタでポーネグリフを見たからです。第218話でネフェルタリコブラはアラバスタのポーネグリフには古代兵器プルトンに関する全ての情報が記されていたことを明かしています。つまりロビンはですね、古代兵器プルトンに関する全ての情報を手にしていることになりますよね。そしてここで少し脱線するんですが、全てが記載されているということは設計方法も記されているのではと思う人もいるかもしれません。しかし設計に関することが書かれていた可能性はかなり低いと思ってます。というのもですね、設計図はプルトンを作ったウォーターセブンの船大工たちが古代兵器を世界政府に悪用された時に備え独自に受け継いでいたものだからです。それにアラバスタのポーネグリフには図面らしくものが描かれているところは見つかってないですし、文字量的にですね、設計図の分量をですね石碑に刻んでいるとは想定しにくいと思われます。ここで本題に戻るんですが、ロビンがプルトンがワノ国にあることを知っていることが分かったんですけど、なぜ光月すき焼きがプルトンについて知っていたのでしょうか。結論から言うと、光月家当主として古代兵器の情報を受け継いできたからだと思われます。順を追って説明したいと思います。最初に考えられるのがワノ国にあったポーネグリフに古代兵器プルトンの記述があった可能性についてです。しかしこの可能性はほぼないと思ってます。ここでまずポーネグリフの役割について改めてまとめていきます。ポーネグリフは約30個存在すると言われているのだぼん。そのうち情報を持つ石が9つ、赤石ロードポーネグリフが4つ必要。まず第846話でタモコ男爵が明らかにした通り、ワンピースの世界にはポーネグリフがですね、なんと約30個あると言われています。30個のうち4つはですね赤石で、ラフテルへの道を指し示すロードポーネグリフ、30個のうち9つはロビンの夢でもある歴史や情報を記したリオポーネグリフ。ちなみにリオポーネグリフを全て読んでラフテルに行くとこの世の真実がわかると言われています。つまり作中における真の歴史が判明することだと思われます。そしてこの他にリオポーネグリフのありかを示したポーネグリフがあります。これについてはリオポーネグリフの数が合計9つあるので、当然ですねリオポーネグリフのありかを示すポーネグリフも9つあることになりますよね。そして作中では明言されてないんですけども、リオポーネグリフのありかを示すポーネグリフがあるということは赤石であるロードポーネグリフのありかを示すポーネグリフがある可能性も高いです。となるとですね、ロードポーネグリフが4つあるので、当然ですねロードポーネグリフのありかを示すポーネグリフも4つあることになるんです。つまりこれだけですでにポーネグリフが26個あることになります。卵男爵は約30個と言ってたんですけども、ここでは分かりやすいのに全てのポーネグリフが30個だと仮定すると、残りはですね4つのポーネグリフが残るんです。そしてこの残りの4つのポーネグリフはロードポーネグリフ、リオポーネグリフ、それぞれのありかを示すポーネグリフのどの役割にも属しません。そしてこの役割に属さないポーネグリフは作中で3つ登場しています。その1つが魚人島に残されていたジョイボーイの謝罪文が載っていたポーネグリフ、そして残り2つが古代兵器プルトンについて書かれていたアラバスタのポーネグリフ、そして古代
代兵器ポセイドンについて書かれていたジャヤ島のポーネグリフ。そして古代兵器はもう一つありますよね。それがウラヌス。つまりプルトンとポセイドンについて書かれていたポーネグリフがあるということは、ウラヌスについて書かれたポーネグリフが高確率で存在すると思われます。これでちょうど合計30個のポーネグリフが証明されます。つまりですね、プルトンの情報が書かれたポーネグリフはアラバスタにしかないので、ワノ国に残されていたポーネグリフには古代兵器プルトンに関する記述が載っていた可能性はほぼないと思われます。つまりすき焼きはポーネグリフ以外の情報から古代兵器プルトンの情報を知っていたことになるんですよね。そしてここで参考にしたいのが、竜宮王国のネプチューン家と古代兵器ポセイドンの関係です。空島ジャイア島にあるポーネグリフに書かれていたはずの古代兵器ポセイドンの情報をネプチューン家のネプチューンは知っていましたよね。その理由がネプチューン王家が王族に伝え伝承してきたことでした。つまりワノ国で長年将軍として君臨してきた光月家も竜宮王国のネプチューン家と同じように代々古代兵器プルトンについて継承してきたと思われます。そして元将軍のスキワキはこの継承からプルトンがワノ国にあることを知っていた可能性が非常に高いことになります。それでは古代兵器プルトンはワノ国のどこに隠されているのかについて考察したいと思います。まずプルトンは先ほども説明した通り、第344話でアイスバーグが戦艦と称していることからかなりの大きさの船だと想像できますよね。ちなみに戦艦とは軍艦の一種で大規模な砲撃を目的として作られたものを指します。そして現実世界だと最も小さい戦艦でも約77メートルもあり、大きいものだと200メートルを超える大きさを誇ります。つまり作中でプルトンが描かれた場合、まさに世紀の名を冠するにふさわしい、間違いなく今まで登場した船の中でも最も大きな船として描かれる可能性が高いんです。そしてプルトンが作中最大の巨船と仮定した場合、そんな巨大な船を隠すためには3つの条件が必要になります。1つ目に広いスペース、2つ目に人目につかないこと、3つ目に海の近い沿岸部に隠すということになります。これらの条件についてですね、解説した後それをもとにプルトンの隠し場所を検証したいと思います。まず1つ目の条件のプルトンが広いスペースに隠されていることです。戦艦と呼ばれるほどの巨大な船であるプルトンを隠すためには物理的に広いスペースが必要になります。つまりプルトンはワノ国の中でも広大な場所に眠っていると考えられるんです。次に2つ目の条件は人目につかないところにあることです。古代兵器は作中で明かされている通り、空白の100年に存在したある巨大な王国と関連した兵器なので、少なくとも800年前の遺物となります。そんな兵器が現代まで誰にも見つかってないということは、まず間違いなく簡単に見つかる場所にはないということになりますよね。そもそも古代兵器は島一つ吹き飛ばしたり海に沈めたりできる、このように言われる物騒な兵器なので、当然人目につくことはないように隠していると思われます。そして最後3つ目の条件が海の近い沿岸部にある可能性です。戦艦と称されていることから、当然ですね、用途は海の上で使われると考えられますよね。つまり海に出るのに近い場所に隠すことが非常に理にかなってるんです。そして巨大な戦艦なので簡単に移動させるのは難しいと思われ、そのためですね、なるべく海の近くにあった方が楽に運用できます。そしてそもそも兵器というのは有事の際にすぐに使えなくては意味をなしませんよね。このことからも巨大戦艦プルトンの役割をすぐに果たせる沿岸部に隠されている可能性が非常に高いと思われます。それでは以上の3つの条件から隠し場所が可能となるところというと、皆さんですね、まずワノ国の地下を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかしもう一つ、ワノ国には隠せる可能性のある場所があります。それが第954話で突如明かされたワノ国の特殊な地形であるワノ国沿岸を覆う大きな海です。ワノ国沿岸にはですね、断崖絶壁の崖となっていて、常に滝が流れていることで長らく侵入者を阻む天然の要塞となっています。さらに崖を登ったらすぐにワノ国の陸地につながるわけではなく、そこには不自然にですね、深い海水の溜まるくぼみがあるんです。その深さは作中で描かれている描写を見る限りでは、深いところでは富士山が1個半はすっぽり入るぐらいの深さです。まさに広大なスペースがあり、人目にもつかず、さらに沿岸部という3つの条件を一気にクリアする隠し場所となります。以上よりですね、古代兵器プルトンの隠し場所はワノ国沿岸部にある海底だと結論付けられます。また少し話は脱線しますが、プルトンが沈んでいる海底には黄金の国が眠っている可能性も考えられます。大昔ワノ国が黄金の国と世界に認識されていた頃、第937話でギュウギマルが語っていたかつてのワノ国の姿が、かつて黄金都市と呼ばれたシャンドロが空島にあったように、丸々海底に黄金都市が存在し、都市の中にプルトンがあるのかもしれません。それではですね、海底といっても具体的にワノ国のどこに隠してあるのでしょうか。結論から言うと、クリ沿岸部の海底だと予想します。根拠は大きく2つ。まず1つ目に、クリがずっと荒廃してて人目にさらされていないこと。2つ目に、クリという地名の意味です。まず1つ目の理由の、おでんが来るまでクリが荒廃しており、
ており、人目に全くさらされていなかったことについて説明したいと思います。ワノ国には光月家の他に下月家、黒住家、宇月家、天月家、風月家とそれぞれ5つの大名がいたんですが、栗はなぜかおでんが来るまで無法地帯で、阿修羅道寺の一味が率いる7つの者たちが占拠していました。つまりここを統治していた大名が滅んでいるか、もしくは光月家がここに大名を配置しなかったのか、どちらかとなります。そしていつから荒廃していたのかについては言及されてないんですが、少なくともワノ国の癌と称されるほど異質な扱いを受けた地名だったことから、最近無法地帯になったとは考えづらいです。そして少なくとも20年前までカイドによって大名が滅んだという描写はないので、かなり昔から栗という地域はですね、光月家が大名を配置していなかった可能性が出てくるんです。しかも先ほど光月家が古代兵器プルトンとつながりがあったと解説したんですが、仮にこの栗の沿岸部の海底にプルトンが眠っている場合、栗が大名に統治されず、ならず者たちに占拠され土地が荒廃することは、実は光月家にとってもメリットがあるんです。そう、それが人目につかないというメリットです。しかもならず者たちは日々生き残るために力を磨き戦い合っていたので、自分たちが生き残るので精一杯だった。まさに栗は和の国においても長い間不自然に人目がつかないようになっていた場所であり、何かしら明かされていない歴史がある可能性が高い地域なんです。ちなみに39年前、おでんが阿修羅道寺たちをまとめ上げて栗大名の地位に与えられるんですけども、そもそも統治しているのがおでん自身です。つまり統治者が光月家の人間なので、古代兵器の秘密は外に出る心配がなかったとも考えられますよね。そして次に根拠の2つ目が栗という地名についてです。後ほど改めて説明するんですが、古代兵器プルトンが明らかになることと和の国を開国することはほぼ同じタイミングになると思われます。そしてこの栗にはですね、栗ヶ浜という地名が出てきましたよね。実はこの名前に非常によく似た栗浜という地名が現実の日本にも存在しています。そう、江戸時代に黒船が現れ乗船していたペリーが初めて日本に上陸した海岸の名前です。当然日本が開国のきっかけとなった場所となります。そしてくしくも第911話でこの栗ヶ浜に上陸した人物がいます。それがモンキー・ディ・ルフィ。いつかジョイボーイが現れる日までに開国せねば。第968話でジョイボーイを迎え入れるため開国しなければならないと結論付けたおでんでしたが、そんなおでんが治めていた都市がクーリーだったんです。さらに開国のきっかけを作る現代のジョイボーイは人々の未現住種モデル2価の覚醒者であるルフィです。これらの共通点からクリーは開国と密接な関係にある地域でジョイボーイを迎え入れる場所とも考えられます。そしておでんは同時にですね、今までの鎖国には意味があったと語ってますよね。これがですね、仮に古代兵器プルトンが外の勢力に奪われないで守るためという意味が込められていた場合、開国と密接に関係のあるクリはある意味でプルトンを守っていた地域だとも捉えることができるんです。このことから開国と関係のあるクリにこそ古代兵器プルトンが隠されている可能性が非常に高いと思われます。また消去法でもやはりクリの可能性は高いと思ってます。ここで第934話まで登場した和の国全体の地図を改めて見ていきましょう。右からリンゴ、白米、花の都、キビ、うどん、クリ、そして離れて鬼ヶ島があります。まず鬼ヶ島については麦わら同盟と百獣海賊団、ビッグマム海賊団の激しい戦闘が描写され、プルトンがなかったことから除外できますよね。さらに人目がつくことと沿岸部でないことから花の都も除外されます。そして白米はモグラ港という陸地に直接つながる和の国の港の中でも珍しい特殊な地形となっています。つまりですね、白米の海底は他の地域に比べて浅いと思われます。そしてキビとうどんは地図を見る限り他の沿岸地域と比べると少し小さくて、そうなると残るはリンゴか栗となるんですが、リンゴは下月家が代々統治していたことが明かされています。刀鍛冶として職人を多く用しているのと同時に下月龍馬や牛丸、クイナなど剣才に秀でた剣士を多く輩出している地域でもあるんです。しかし現在までのところ下月家の人間たちが古代兵器と関係のある描写はありません。さらに先ほどクイにあえて大名を配置しなかった可能性を考察したんですが、リンゴは下月家がいるので、先ほどの考察の根拠からすると光月家にとっては下月家に古代兵器の存在を知られてしまう可能性があるのでデメリットになってしまいますよね。つまり消去法で見ても栗の可能性は高いと思われます。以上よりですね、古代兵器プルトンが隠されているのは栗沿岸部の海底である可能性が最も高いと思われます。それでは古代兵器プルトンが栗の海底に沈んでいるとしてどうやって手に入れるのでしょうか。その答えこそがズニーシャラと考察します。先ほど開国とプルトンの入手は同じタイミングになると言いましたよね。というのもですね、その理由はどちらにもズニーシャが必要となるからです。象が消えたというのは本当か。では開国はない、和の国は変わらず鉄壁の要塞だ。第1052話でズニーシャが霧の中で消えていったことにより、五老星たちは開国はないと断言していました。つまり裏を返せば和の国の開国にはズニーシャの助力が必要なんです。そして五老星たちはですね、開
開国をしないことで和の国が変わらず鉄壁の要塞であり、大軍を送り込んで支配することも不可能だとも称しているんです。そう、先ほども話した通り、和の国には天然の要塞に囲まれた鉄壁が存在します。つまり図2社が開国する際に何かしらの方法でこの鉄壁を崩すと思われます。そしてそれが海底に沈んでいる古代兵器プルトンを入手する方法と密接に関係してくると思われます。それでは図2社が要塞の機能を停止させ古代兵器プルトンを見つけるには果たしてどういった方法が考えられるのでしょうか。その方法は大きく2つ考えられます。まず1つ目に滝が流れる沿岸部の崖の外壁を破壊する。2つ目に沿岸部の海水を吸い尽くすことです。それぞれ説明したいと思います。まず1つ目として考えられる方法が滝が流れる沿岸部の崖の外壁を破壊することです。和の国にはですね、覆うような崖があるので、その特殊なくぼみのある地域によって海水が溜まり、溢れた海水が滝のように流れて侵入者を阻んでいますよね。とはいえ、この外壁の役割を果たす崖を図2社が破壊することができたのであれば、当然くぼみ部分に溜まっていた海水は全て海に流れ落ちることになります。そして同時にそれは海底に沈んでいたプルトンを露出させることにもつながりますよね。つまり麦わらの一味がプルトンを入手することにもつながってくるんです。図2社が果たして断崖絶壁の滝を破壊するほどのパワーを持っているかどうかは現状不明なんですが、全長2万メートル以上、全高3万5千メートル以上という巨体であれば不可能ではないと思われます。そして2つ目に考えられる方法が、沿岸部のくぼみに溜まった海水をすべて図2社が吸い尽くすことです。第806話で図2社が1日に2回行うという水浴びが披露されました。それが噴火雨、その勢いは凄まじく、ロビンが洪水になると称するほどの海水の塊でした。図2社の水浴びレベルでも人間からしたらですね、災害レベルの海水を吸い上げていることから、図2社が本気で海水を吸い上げた場合、まさにですね、天変地異とも言える現象すら起こせると想像できますよね。となれば、まさに和の国沿岸部の海水を図2社が吸い尽くすことも不可能ではない。そして図2社が和の国沿岸部の海水を吸い尽くしたなら、当然海底に沈んでいるプルトンも姿を現すことになります。つまりこの方法でも麦わらの一味やプルトンを入手することができるんです。個人的にはどちらの可能性もあると思われるんですが、古代兵器プルトンを入手する方法としては、図2社が象であることから、海水を吸い上げて手に入れるというのがですね、結構イメージ的にもすっきりするように思います。ただですね、開国とプルトン入手を同時に行う場合は、天然の要塞である断崖絶壁を破壊する方法の方が辻褄が合ってくるように思うんですよね。もしかするとクリが先ほど説明した通り、開国と密接に関係があるのであれば、クリ沿岸部の断崖絶壁には今後ジョイボーイを迎え入れるための工夫が施されていた可能性も考えられる。例えばアラバスタ王家が代々守っていた地下聖殿はですね、万が一の時に小さな柱一本抜くだけで全て崩れるような設計がされてました。仮に和の国沿岸部を取り囲む崖が、図2社がクリの一箇所崖を破壊することで全て崩れ落ちるような仕掛けがあるのであれば、それが開国とプルトン入手につながる可能性も大いに考えられます。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄にて記載してもらえればなと思います。